9月25日日曜日の全国の天気をお伝えします。3連休最終日は広い範囲で穏やかな空が広がりそうです。西日本など一部雲が広がることがありますが、天気の大きな崩れはありません。ただ中部地方の内陸山沿いを中心ににわか雨の可能性、また東海エリアから西日本の沿岸の地域でも午後の時間帯はにわか雨の可能性がありますので、外出の際には折りたたみ傘など雨具をお持ちください。気温は西日本ほど上がりやすく、30度近くまで気温の上がるところが多くなっていきます。昼間はカラッと暑い体感となりそうです。北日本では朝晩と昼間の気温差が大きくなりますので、服装でうまく調節をしてお過ごしください。この先も最新の気象情報はアプリウェザーニュースからご確認いただけます。